何？あ？おお、何？爆発してる。急げ急げ急げ。おい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 、え？何あいつ。うわ、いくつかアイテム失いました。え？え？これかこれか。何、キモいキモいキモい。いてててててて、やべ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 、死ぬ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 。治っていく治っていく。来た。お、脱出スポット。え、治った。はい、どうもこんにちは、魚です。サブノーティカ、おお、ちょうど朝なんだね。第3回ですかね、やっていこうと思います。今回はですね、こちらのスキャナーを使ってね、いろんなものをねスキャンしていこうと思います。で、皆さんからのね、コメントをね、いろいろね読ませていただきまして、作った方がいいものとして、なんかスーツ、放射能なんたらスーツと、潜水艦、シーグライドってやつかな、海藻が食べれたりとかね、なんかいろいろできるみたいですね、このナイフを使ってね。何がいるんだ、道具じゃない、装備かな。これか、放射線防護スーツ。ファイバーメッシュってなんだろう。ファイバーメッシュと鉛が2個いるんだ。その潜水艦はどうやって作るのかわからないんですが、多分スキャンしないといけないのかな。なんか前回ちょっと出たよね、シーグライド、なんか変な機械をさ。なんこれ、 Gグライド、 G グライド、スキャンしたら出ましたよね。うん、とりあえず酸素がね、まだあんまり持ち良くないんでね、できればね、酸素ボンベの上位もね作りたいんですよ。これか、ガラスは確か作れる、チタンも作れるから、銀鉱石か、銀鉱石が必要という感じですかね。で、あとなんかこのね、この壁とかにあるものとかもなんか作れるようになるみたいなんで、これ、この医療キャビネットなんかは、これなんか30分に1回この回復を出してくれるみたいですね。ちょっとこれ使っとこう。で、そんな感じみたい。で、ロッカーか。なんかロッカーとかが作れるみたい。で、ちょっとね、このね、マッシュルームがね、邪魔で困ってたんだけど、なんかね、水中でゴミを捨てられるみたい。ゴミ？うん。なんで、こっから出るじゃないですか。出て、インベントリを開いて、ここで右クリック。あ、捨てるありますね、捨てる。おお、すげえ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 。こんないらないんですよね。あ、待って待って、このコーラルなんたらいる、これ欲しい。あ、これスキャンできるやん、スキャンしてね。これで拾います。このね、コーラルなんたらと、要はサンゴか、サンゴと塩、サンゴと塩を使って、これだ、漂白剤、漂白剤を作って、このサンゴと塩でできる漂白剤から水が作れるみたいですね。いいですね。なんか魚でもね、なんかブラダフィッシュかなんかで作れるんだけど、なんか魚はいなかったりするんでね、絶対に見つかる。この漂白剤をまず作って、サンゴ片とこれか、これと塩ね、塩掛け合わせて漂白剤作って、飲料水作る方がね、なんか安定して水を得られるんじゃないかなと。ちょっとじゃあ朝までなんか近場を探索しながら待ちましょうかね。こういうね、石の中に多分素材が入ってるから、深いところにあるこの石を今回ね、割にも行きたいんだよね。スキャンをしながら石を割っていくと。あ、なんこれ、緊急事態発生。なんだ、リアクターとても危険な状態にあります。なんだ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 、あ、なんだなんだなんだ、あ、なになに、なんだ、あ、なに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 、あ、おお、なに、爆発してる。なんだ？やばい？なんだ？おいおいおい、なに？カリ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 言ってる。カリカリ言ってるよ。カリカリ言ってる、カリカリ言ってる。被爆した？止まったけど。怖っ、なに？あ、なんかそう、コメントにあったわ。なんかその、放射線防護スーツがないと入れないって。いてたんですよ、あのなんか船に、さっきのでかい爆発したやつね。だから
さっきのが放射線が発生したっていうイベントなんかな。なんかガラス作れるけど、あ、漂白剤作って、あーなるほどね、そういうことか。これでなんだろう、さっきのカリカリ音でなんかスーツを作れっていうお告げなんだな。このファイバーメッシュどうすんだろう、ファイバーメッシュは。さてじゃあなんか文字が出てるんであっち行こうか。多分海藻だね。海藻をナイフで取れるよっていう。お、なんかこいつが襲ってんぞ他の生き物。面白。襲ってくるやんこいつ、襲ってくるやん。よしいいぞ、これだ海藻。ちょ、暗くて見えないけど、これが、お、取れるね。いいぞ、スキャンもできる。いいね、なんかスキャンかっこいいな、光が。いいぞ、なんだこれ。あ、なんか、え、なんか空気出てる、空気。おお、回復するやん酸素。え、めっちゃいいやんこれ。いいね。でこれでここでなんか読めるんかな。あ、出た、酸素を排出するパープルブレインコーラル、コモンコーラル、ストーカー。こいつもスキャンできるのかな。生き物もスキャンできるらしいけど、いけますね。オラ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 、いいぞ。なんか2体重なってる。いてててて、逃げんな逃げんな。95、よし来た、いいぞ。オッケーオッケーオッケー、こっちじゃ切って遠くに行かせよう。なんか光ってる、なんか光ってる、なんか光ってる。なんだなんだ、あ、なんか点滅してる。なになになに、こちら脱出スポット。私たちの座標をアップロードしています。私たちは緊急用シーグライドのいくつかの穴を塞いでますので、集合に遅れているならパニックに陥らないでください。あ、消えちゃった。なんだろう、なんだ、何が起こってるんだよいろいろ。あ、ファイバーメッシュいけるやん、いいねファイバーメッシュ。あ、クリープバインのサンプルでできるんだ。サンプル切ればいいのかな。ちょ、このよくわからん種捨てちゃうかな。捨てて、このカリカリ音何なんだろう。あ、なんだあれ、乗組員のシーグライドが損傷したと伝えました。ちょ、行ってみよう。なんか急になんかやること増えたな。でこれでこれか、あ、これか。でこれもなんか食べれるんだ。あ、ちょっと回復するね、いいですね。でこれをなんか使ってなんたらかんたらが作れるから、スーツも作れるのかな。ちょ、とりあえずあそこ行こう。結構遠いな、 200m。 マジで酸素ボンベ。あー、何これ、これか。なんか穴開いてるよ。なんだ、データボックスを開く。ウルトラ大容量酸素ボンベ設計図、設計図だ。何、仲間はもうやられちゃったんかな。スキャンは特にできないな。ちょっと生存者いると思ったのに死んでた。なんだこれ、あ、シーグライドフラグメント。おお、シーグライド面負荷段階 全開 50%。 なるほどね、多分シーグライドのなんか設計図をアンロックするための進行状況が今 50% になったってことか。はいはいはい、あとスキャンできないから、あと自分で探せってことか。これはスクラップメタルかな。あ、メタル、あ、メタル持ってかれた。ちょっとストーカーが持ててる。ちょっと盗むなや、ちょっとこいつらいっぱいいるな。スクラップメタルで遊んでんのかな、このストーカーたちが。遊んでる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 遊んでんだけど、何これ。ちょ、ちょうだい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 、ありがとうね。やばい、怒った怒った怒った、パクったら怒った、パクったら怒った。よし帰ってきました。そしたらあれ作っちゃおうか、これか、ファイバーメッシュ作りまして、でこれでチタニウムもね、スクラップメタルから作っちゃいましょう。そしたらこのチタニウムを使って、なんかこれか、ロッカー、ロッカー作れるぞこれで。あ、物万端だって、ちょっと入れられない、どうしよう。ちょっと物入るね。でちょっとこれしまいまして、取れるかな。お、拾えた、防水ロッカーでっか。え、じゃあこれをこうして、
これで、あ、すげえすげえすげえ、小型ストレージって書いてある。置ける、あ、置けた。で、これが何これ、なんか文字打てるぞ、文字打てる、すげえ文字打てんだ、面白。あ、すげえ、 4×4 のストレージができたと。で、ここになんかいらんもんぶっ込んでって、アイテムをねたくさん持てるようにできると、いいじゃないですか。で、あとは銀鉱石があれば上位の酸素ボンベいけるっぽいな。あ、あった、シーグライド。アンロックするには複数のフラグメントスキャン、はい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 。じゃあちょっと回復して水飲んで、この中にねちょっと物しまって探索行きますか。よっしゃ、行くぞ。あとね、鉛が1個あればスーツはできるっぽいんで、探索しつつスキャンをしていく、そんなスタイルで行きたいんですが、多分あれだよな、あの船の方に防護スーツ着て行ってスキャンしに行くんだろうね。鉛優先だ。あるかな、鉛。行け。あ、銀鉱石来たし。マジ ?O2 行けるやん、O2。メタルも欲しい。ロッカーをね、大量に作りたい。メタル取って。いいぞ。今回いいんじゃないか、結構。多分ゲームのね、進行度がね、ちゃんとできてんだよな。なんか、遠くに行くための装備を作って遠くに行って、またそのなんだろう、設計図をアンロックしてっていう感じのゲームのね、ロードマップっていうのかな、それがちゃんとね作られてる感じがしていいですね。よいしょ。さてさて、さっきのあの酸素マンがいれば、酸素サンゴマンがいれば奥に行けるんだけども、酸素サンゴマンいないな。で、塊、アイテムの塊があればいいんだけど、これなんだ、卵、よくわからんから取らない。メタル来てる、めっちゃ来てるやん。待てよ、これで待て、メタル、メタル、メタルあげよう、メタルあげよう、メタルあげよう、メタルだぞ。おお、遊ぶ、こいつは来る。1人1個のメタルがないと襲ってくんだな。よし、ぶん殴ればもうあいつら来ないから多分。おお、なんだこれ、来た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 、スキャナー、なんかある、なんかある。携帯上乗り物、携帯乗り物組み立てフラグメントなんとか、はいはいはい、すげえなんか光ってる。なんだ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 、なんかバグった、なんかバグった、なんかバグった、なんだこれ、なんだこれ、なんだ、なんかラリってる、メスマー、なんだこれ、おいおいおい、ほら、なんだこいつ、幻覚か。危ね危ね危ね、溺れる溺れる溺れる、急げ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 、おい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 、え、なにあいつ、え、うわ、いくつかアイテム失いました。え、な、なに、うわ、待って、銀なくなった、うわ、マジか、マジか、あいつ何、やばいやつおったな、うわ、マジかよ、これ拾えないのかな、あのアイテムは、なくなったやつ。あった、これ、あ、銀来た、やったやった、いいぞ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 、危ねえ、取り返した。ちょ、怖いな、深いところ、やばいのいるね。あ、できるぞ、銀鉱石ゲットしたから、大容量 O2 酸素ボンベ、やった、いいね。前のが70何かだったけど、これはすげえ135、いいね。ちょっとあいつにもうやられずに済みそうだな。あいつはもう酸素のせいでさっきあの気失ってロスをしちゃったから、ちょっと次回再挑戦しよう。ちょっと面白いな、やばそうなやついるから、次回ちょっとあのスーツ作って、あのポットじゃないか、あの脱出で爆発したやつ行ってみるか。多分鉛だったらすぐ近くにあるからね、次回スーツ作ってあそこに行く。
という感じでいきましょう。というわけでね、サブノーティカ第3回でした。ご視聴ありがとうございました。また会おう。